私の名前はなるみ。戸建てに住む一児の母です。私は小さい頃から変な人に絡まれやすい体質で、そのせいか思ったことはすぐに言うサバサバとした性格になりました。私は今日友達の桔梗と一緒に遊ぶ予定だったんだけど、ある事件が起きたんだ。それは私が近くのスーパーに買い物に行って家に帰ろうとしていた時だった。ちょっと嘘でしょ。こんな朝早くからどうしたの？どうしたのじゃないわよ。あなた未成年のお子さんに車運転させるなんて何考えてるの？何の話？私の娘は17歳なんだよ。車の運転なんかするはずないじゃん。だから私もさすがに目を疑ったよ。なんであなたじゃなくて娘さんが運転してるのよ。だから娘が運転するなんてことありえないって。さっきまでスーパーにいたでしょ。私も同じスーパーにいたの。娘と私結構背格好が似てるから見間違えたんじゃないの？紛れもなくあなたのお子さんだった。しかも気づいてるのかどうか知らないけど、私の車の隣に止めてたよね。そうだったんだ、知らなかった。私の車に思いっきりこすってるんだけど。ふんなこともあるんだね。犯人は私じゃないけど同情しちゃう。そりゃ犯人はあなたじゃなくて娘さんだからね。私がスーパーから出て、ちょうどあなたたちの車が出ていくところを見てたの。盛大にこすって音も鳴ってたの気づいてないはずがない。朝で寝ぼけてたんじゃない？車の傷もきっと前からあったのよ。あのさ、優しく言ってあげてるけど、こすってる程度じゃないんだよね。サイドミラーが思いっきり外れちゃってる。これじゃあ運転できないじゃない。運転歴何年よ。サイドミラーが壊れたくらいならできるでしょ。危ないに決まってるじゃない。あなたの車を確認させて。私の車とぶつかった証拠が絶対にあるはずだから。無理無理、私今日忙しいから。車を見せるとしても1ヶ月後とかになるかな。証拠隠滅のためにしっかり修理しようとしてるじゃん。どうしてくれるのよ。勘違いしてるってば。娘に運転なんかさせてないし、私たちはなるみさんの車にぶつけてない。言いがかりはやめてよ。ちょっと待って、私この後用事があるから、また後で連絡する。連絡しなくて結構結構結構コケコッコーなんちゃってね。は？感じ悪いわね。とにかく逃げ切れると思わないでね。なるみと桔梗のライン。桔梗、ちょっといいかな。なるみお姉様、どうされました？今日は私と一緒にお出かけの予定ですが、もしかして体調が悪いとかですか？なるみお姉様やご家族の方が体調悪いというのであれば、私は別の日でも大丈夫です。実はそうじゃなくてさ、車をぶつけられちゃってちょっと壊れちゃったんだよね。この状態で走らせるわけにもいかなくてさ。事故ですか？大丈夫ですか？どこか体が痛いところなどありませんか？ありがとう。私が車に乗っている時じゃないからそれは大丈夫。そうですか。まずはなるみお姉様が無事でよかったです。ですが、もしかして相手の方が逃げたとかですか？実はそうなんだよね。ママ友が犯人、いや、ママ友の娘さんが犯人だってことは分かってるんだけど、そのママさんが絶対に認めなくてさ。だから集合時間をちょっと遅らせるとかできるかな？それはもちろんです。もし今日が厳しいってなったらすぐに連絡するね。本当にごめんね。なるみお姉様は何も悪くないので謝らないでください。私の方でも少し調べてみます。え？なので心配しないでください。なるみお姉様、よくわからないけど、とにかく何かあったらすぐに連絡するね。また後で。なるみと美和子のライン。娘さんと直接話をさせて。無理だって。だって娘は犯人じゃないし。直接が無理って言うなら今 LINE 越しでもいいから、今どんな風に考えているのか娘さんの口から聞かせてよ。じゃあちょっとの間娘と LINE 交換するね。よろしく。こんにちは、愛子です。私が車をぶつけたって本気で言ってるんですか？私17歳なんですけど。17歳って車の運転できないこと知らないんですか？普通に考えて私が車運転するなんてありえないんですけど。そう思ってるから連絡したの。17歳は車の運転できないってこと分かってるんだよね。それなのにどうして今日車の運転をしていたの？私車の運転なんてできませんよ。自転車でやっとなんですから。とぼけないで。私はあなたが運転しているところを見た。今日運転していたのはお母さんですよ。私はお母さんの隣、つまり助手席に乗っていたんです。
だから運転するなんてことありえないんですよ。なるみさんってもしかして目が悪いです？ほら、なんて言いますっけ。あ、老眼だ。それで見間違えたんだと思うんですけど。さすがに見間違えるはずないよね。17歳のお子さんと30代後半の女性。いくら私の目が悪かったとしても見間違えるはずがない。だけどそんなこと言われても私本当に運転してないんです。じゃあもしお母さんが運転していたとして、スーパーを出るときに何も違和感はなかった？あれだけサイドミラーが曲がってるってことは結構な音がしてたはずなんだけど。私たち車の中では音楽ガンガン鳴らしてるんですよね。だから音が鳴っても聞こえないかも。お力になれずすみません。なるほどね。お母さんが必死にかばってくれているのかと思ったけど、あなたもそういうスタンスなんだ。何のことかわかんないですけど、目が悪いなら眼科に行った方がいいですよ。お目目が悪いです、お目目が落とし取っちゃいましたって。それで老眼鏡とか。あ、でも老眼鏡ってどこで買うのかな。メガネ屋さんかな。よくわかんないけど老眼早く治るといいですね。親子揃ってこいつらは。話し合いは終わったみたいね。これでわかったでしょ、私たち親子は無実だって。血は争えないなってことがわかっただけなんだけど、私は何もしてないの。これは本当、嘘なんかついてない。そうでしょうね、あなたじゃなくて娘さん愛子ちゃんがぶつけたんだから。まだそんなこと言ってるの？証拠もないくせに。あなたの車を見せてくれればすぐに解決する問題なんだけど。無理だって最初に言ったでしょ。正直に謝って修理費を出してくれるだけでいいの。あとは旦那さんにも相談をさせてもらうけど。旦那に相談って何を？未成年の愛子さんが車を運転してたこと、今日たまたまなのかいつもやってるのか知らないけど、普通に危ないから。危ないだけじゃなくて、あなたたちがやっていることは。憶測で話さないでよ。私の娘はそんなことしてない。すごく可愛くていい子で成績優秀なのよ。あ、わかった。そんな私の娘に嫉妬してそんなことを言ってるのね。やることが小物臭いっていうか、なんていうか。私たち忙しいから、これ以上変な LINE で時間を使わせないで。なるみお姉さま、少しだけお時間いいですか？どうしたの、キキョウ。どちら様ですか？今日なるみお姉さまと遊ぶ予定を立てていたものです。あなたが車をぶつけた、いや、あなたの娘さんが車をぶつけたようで、遊ぶ予定がなくなりそうなんです。なるみさん、確定情報じゃないのに他人に喋ったの？こうやってありもしない噂が流れていくんだ、最悪。私何もしてないのに、なんで私が悪者扱い？なのでその証拠の提出に来ました。はい。あなたの娘さんは車を運転していないという話にお間違いないですか？当たり前でしょ、未成年なんだから。そしてなるみお姉さまの車に今日車をぶつけた、それはあなたたちの車ではないという認識でよろしいでしょうか？そうよ、私はぶつけてなんかいないわ。もちろん娘もね。どこまでもしらを切るつもりね。私は事実を伝えただけ。そうですか。未成年の娘が運転して事故を起こすなんてありえるはずないでしょ。老眼のなるみさんが見間違えただけよ。目が腐ってんのはどっちだ、アホ親子かよ。え？あ、すみません、口が悪くなってしまいました。この映像を見てください。これすごいね。何？どこの映像？これって最初に送ったのがスーパーの駐車場の監視カメラの映像です。そして2枚目がドライブレコーダーの映像ですね、美和子さんの車の。おかしいじゃない、もしかしてすごい技術を持ってる人？はい。全部コラ画像なんでしょ？スーパーの監視カメラの映像とか普通見せてもらえないでしょ。しかもドライブレコーダーの映像だって第三者であるあんたが見れるはずない。そこはちょっとちょ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 いっと。そこのちょ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 いが気になるんだけどね。映像を見てもらったらわかる通り、愛子さんが運転していますよね。そして車をぶつけていますよね、なるみお姉さまの車に。あれ、どうして娘さんの名前知ってるの？私教えてなかったよね。ちょっと調べました。この短時間で？さすがだね。こんな映像信じないから。作り物、全部作り物よ。
私はあなたたちと面識がありません。作るにしてもあなたたちの顔も知らないのにどうやって作ると言うんですか？それはほら、なるみさんが何かしたんでしょ？私は何もしてないよ。それにやっぱり車思いっきりぶつけてるじゃん。しかも娘さんが運転してるし。だからこんな事実はないってば。全部作り物。身の潔白を証明したいなら今すぐ車を見せて。傷がない綺麗な車だったら信じるから。それは証拠も揃ったことだし、旦那さんに報告するね。待って、ごめんなさい。認めます、謝ります。だから旦那には言わないでください。未成年が運転しているのに保護者の人に黙っているなんてことはできません。保護者は私よ。でもその保護者であるあなたが娘さんの罪をかばってたじゃない。それどころか私のことを老眼扱いして。ごめんなさい、すみませんでした、謝ります。だからお願いします、旦那には言わないでください。ああ、なるほど。一度旦那さんにバレてこっぴどく叱られているみたいですね。でもあの時はその敷地内だったから。それでも自動車学校とか通ってないんだよね。普通に危なすぎる。でも娘とても運転が上手なの。だから私が隣でしっかりと補助役していれば問題ないし。そんな勝手なことが通用するわけないでしょ。独自のルールで問題ないと言われても。とにかく謝りますから、旦那には言わないでください。じゃあ修理費を払ってくれるんだよね？それは無理です。は？旦那に事情を説明しないってなると私が出せるお金も限られてるの。私は自分の車の修理費用もあるし、なるみさんお金持ちでしょ。自分で修理してくれないかな。何ふざけたこと言ってんの。そもそも事故を起こした時に警察を呼ばずに逃げ出してる時点でアウトなんだけど。しかもその罪を認めず、なるみお姉様のせいにまでしておいて。だからそのことについてはさっき謝ったじゃない。そういう態度なんだ。もういいよ、旦那さんにはすでに連絡したから。はあ？あなたが罪を認めずにいろいろと言い訳している時に LINE した。まだ返事が返ってきてないけど、多分そのうち既読つくと思う。今すぐ送信取り消しして。やめてよ、私が怒られる。怒られる親子ともども。それだけのことをしたんですから当然です。旦那にチクるって言うなら私許さないよ。なるみさんの車何度もぶつけて修理費を1円も払わないから。それが嫌なら今回の修理費を自分で。ああ、私知らない。何が？それじゃ、ちょっとまだ話の途中よ。それに何を知らないって。何？ねえってば。ゆりとひまわりとキキョウとみわこのライン。これ以上なるみさんの時間奪わないでください。呼ばれてないのに。じゃあじゃあじゃあ、ふーん。テンション低くないですか？そりゃあね。なるみさんと仲がいいママ友の二人、なんでわざわざ LINE してきたの？お久しぶりです、お二人とも。最近はお久しぶりというほどでもない気がしますね。もう日本に住むんですよね？はい、その予定です。なるみお姉様の家の前、なるみお姉様の家の前、なるみお姉様の家の前に引っ越すことになったので、いろいろと準備が忙しくて。楽しそうでいいですね。お仕事が忙しくならないといいですけど。できるだけ家には帰りたいので、仕事は必要最低限にします。いいえ、あなたはたまにしか家に帰ってこられません。だってとても優秀な人材なので、仕事が忙しくなりますからね。始まった始まった、やだよこのバチバチした雰囲気。ちょっとみんな顔見知りなの？先にまずはこのゴミ虫からですね。ゴミ？そうですね、なるみお姉様の車をぶつけ自分たちは悪くないという最低な人間ですから。私は謝った。確かに車をぶつけたことは申し訳ないと思うけど、修理費用なんて払う必要なくない？だってなるみさん私よりもたくさん稼いでるじゃん。そういう問題ではありません。車をぶつけたのであればあなたが修理費を払うべきです。しかもまだ免許も取っていない未成年の人が運転していたなんて。もう絶対に運転させないって誓うから。だからお願い、みんなでなるみさんを説得して。私お金ないの。私はなるみさんのことが大好きなんです。そんな私があなたの味方になると思いますか？私もなるみさんが大好きですし、この流れであなたの味方をする人はいないと思いますよ。
なるみお姉様と私の時間を奪おうとしたあなたは絶対に許しません。だから謝ったでしょ。謝れば何でも解決すると思っているんですか。あなたの頭は何歳で止まっているのでしょうか。私はなるみさんに迷惑をかけた人を絶対に許しません。そしてあなたの娘さんのことも絶対に。ユリの調べからは逃れられないと思ってください。ユリはなるみさんのことが好きすぎるあまり、なるみさんに関わった人のことは24時間365日監視してます。なのでもちろんあなたたちがやってきたことは全部バレているんです。それって娘に運転させてたことがバレてるってこと？先ほど私が提出した資料は一部だけです。何度か娘さんに車運転させていますよね。そのことは旦那さんに報告しますから。待ってよ。それだけではありません。あなたの娘さん、学校で好き勝手しているようですね。え？まるで女王様のようにクラスで威張り散らかし、いろんなことをしているとか。あなたが甘やかしてきた結果ですよ。私の娘はいい子よ。そんなことするはずない。家でいい子でも学校でいいことは限りませんからね。学校で何をやっているのか、そのまとめた資料も旦那様にお渡ししています。娘はいい子よ。悪いことなんてしない。今実際に免許持ってないのに運転していることは悪いことじゃないんですか？それはちょっとした遊びじゃない。事故さえ起こさなければいいのよ。事故が起きた時にはもう手遅れだということがなぜわからないんでしょうか。あ、やば、警察に止められた。因果応報ですね。無免許運転は50万円以下の罰金ですよ。これで旦那様に隠すことはできなくなりましたね。やばい、どうしよう、やばいやばいやばい。本当にやばいのはここからだというのに。それじゃあ私は娘さんの方をもらいます。あら、今日は譲ってくださるのですね。ありがとうございます。今日だけですからね。それでも十分嬉しいです。ありがとうございます。譲るって何の話？どっちが拷問するか、いや、どっちがお仕置きするかの話です。お仕置きをして真っ当な人間に戻すために、いろんな施設に送り込むみたいな感じですね。今拷問って言ったよね。何のことですか？せっかくこの二人が穏便に話を済ませてくれているので、それで終わりましょう。どこが穏便なのよ。全然穏便じゃな。ああ、警察の人に連れて行かれましたね。今回はなるみお姉様の車を傷つけてしまったので、車を使っていろんな人体実験をしようと思います。私はまだ未成年ということなので、情をかけてあげましょう。未成年用の裏の施設に送り込み、いい子になったら解放してあげます。いい子になればですけど。この場合どっちも助かったとは言えないな。でも私は二人がバチバチしてないなら何でもいい。実は今日この後私も一緒に遊ぶことになったので。はい、楽しみましょうね。ひまわりも。え、私も？おとなしいと思っていたらそういうことですか。久しぶりに会えるの楽しみにしてます。私は楽しみじゃないかも。その後、美和子さんは警察に捕まり、その後旦那さんが迎えに来たらしい。もちろん罰金を払うことになった。私の車の修理費も旦那さんが出してくれて、なんとか綺麗に戻ったよ。甘やかし放題の美和子さんが娘さんに何度も運転させていたことや、そんな育て方の影響で娘さんが学校で好き勝手していたこと、それら全てを知り離婚することにしたみたい。美和子さんは裏の施設に行って車を使ったいろんな実験をしてるみたい。例えばエアバッグなしで事故ったらどうなるのかとか。車で30キロ、50キロ、60キロで衝突したら体の骨はどうなってしまうのとか。そういう実験を毎日繰り返しているらしい。娘さんの愛子ちゃんは未成年用の裏の施設で社会貢献活動をしたり、悪いことをすると他のクラスメートに告発されてきつい体育指導を課されたり。そんな強制施設に連れて行かれたらしい。いい子になって帰ってきてくれるといいんだけど。まあ美和子さんは帰ってくることはないだろうね。今日はひまわりがなんだか少しだけ上機嫌で、いいことでもあったのかな。みんなが仲良くしていると私も嬉しいな。私の名前は水木。小学3年生の娘千秋と、去年生まれた息子のひろや、
そして保護猫カフェからやってきた猫のニニャマル。この三人を育てている兼業主婦だよ。今日も元気に家で仕事中。そして昼休憩の時に近所のわがままなママさんから連絡が来たんだ。ねえ、水木さんって在宅勤務なんだよね。マリサさん、そうだけど。ああ、よかった。家にいるよね。車あるもんね。その車出して。え、嫌だけど。え、なんで？私困ってるのに。なんでそんな意地悪するの？最低、鬼、悪魔。最低で鬼で悪魔な人の車なんて乗らない方がいいでしょ。ねえ、そんなに意地悪言わないで。ご機嫌悪くさせちゃったかな。ねえ、ちょっとだけでいいから。だから何なの？理由すらわからないんだけど。いや、それが私、今日からママ友旅行でさ、韓国に行くことになってるんだけどね。寝坊しちゃったんだよ。ああ、そういうこと。だからさ、空港まで車出して。そのくらいできるでしょ。そのくらいできるでしょって何その言い方。というか、こっちは仕事してるんだから無理だよ。はあ、なんで？仕事中だから。休憩中に行って帰ってくるなんて無理じゃん。そんなの休めばいいでしょ。仕事なんだから簡単に休めるわけないよ。それにはっきり言って、わがままな人を車に乗せたくないしね。なんで？何それ、ひどいひどい。そういえば、水木さんって前にスーパーで会った時も、私を車に乗せてくれなかったよね。なんで？そういう性格の人だからだよ。え？どういう性格？人の車に乗せてもらって当たり前。こっちの都合なんてお構いなし。それでいて、マナーも悪い。そりゃ無理でしょ。車って大切なスペースだし。何それ？てか、マリサさん、前に幼稚園ママさんと揉めてなかった？マリサさんに頼まれて車に乗せたら、車内で香水つけたり、お菓子を食べ始めるし、下を見たらお菓子のクズがすごかったって。そんなことくらいで、うるさい、あのママが悪いでしょ？とにかく、こっちは仕事なの。タクシーとか、バスで行けばいいでしょ？電車だってあるんだし。それじゃギリギリじゃん。タクシーはお金がかかるし、水木さんにお願いすればタダでしょ？はあ？あなた、空港まで運転させてお金も払わないつもりだったの？まあそもそも乗せないけどね。何それ、主戦度。近くのママ友なんだからただで当たり前でしょ。ケチ、意地悪、ケチ、意地悪、最低、最悪、鬼。とにかく早くしないと間に合わないじゃない。ほら、駅前から空港までのシャトルバスが出てるよ。え、そんなのあったっけ。今ならまだ間に合うんじゃない。あっそう、もう意地悪の水木さんには頼らないから。車ってさ、人によって結構考え方が違うと思うんだよね。気軽に人を乗せて送って行ったりする人もいるだろうし、逆に親しくない人は絶対に乗せないって人もいるでしょ。私は後者の方なんだ。あまり人は乗せたくないんだよね。マリサさんみたいなわがままな人ならなおさら。それにしてもケチだの意地悪だのひどい言われようだね。さて、バスはどうなるかな。2時間後。ああ、もう眠い。よく寝た。バスに乗った後寝ちゃったか。あれ、マリサさん、何時のバスに乗ったの？13時10分のバスに乗ったけど、ママ友5人で行く韓国旅行なのに、遅刻した私を送迎しないなんて。まあ、意地悪なあんたに頼まなくても、空港直通バスに乗ったからいいわ。それ、成田空港行きじゃない。え？それの何が悪いの？いや、他の韓国旅行に行くママさんから聞いたけど、今回は羽田空港から出るんじゃなかった？え？私詳しいこと知らないんだけど。旅行メンバーのママに聞いてみたら？え？はあ、本当だ、羽田空港から行くって。私成田空港行きに乗っちゃった。どうしてくれるの？どうしてくれるのも何も、私はバスがあるって言っただけだよ。成田空港だけじゃなくて羽田空港行きのバスもあるし、間違って乗ったマリサさんが悪いんでしょ。まあ、マリサさんなら間違えそうだなと思って、あえて空港名については確認しなかったんだけどね。もう完全に間に合わないって。やだやだやだ、私のお金はどうすんのよ。最低。いや、もしかしたらバス間違えるかもと思いつつ知らんぷりしてたんだけど、やっぱり間違えたみたいだね。結局マリサさんは飛行機の時間には間に合わないし、
自分では新しいチケットを取るのもよくわからないということで、当日キャンセルになっちゃったみたいだよ。まあ正直こればっかりは自業自得だよね。マリサさん、普段から遅刻魔なのに、昨日も夜遅くまでゲームをしたりしていて、それで寝坊しちゃったみたいだから。でもマリサさんは逆ギレ、旅行メンバーたちが家まで迎えに来てくれれば、こんなことにならなかったと大騒ぎしたんだよ。韓国旅行から帰ってきた後も、ずっと騒ぐものだから、一人のママの旦那さんが、マリサさんの旦那さんに苦情を入れたんだ。一週間後。ねえ、水木さん、今すぐうちに来て。はあ？今度は何？私、今忙しいんだけど。ほら、あの韓国旅行あったでしょ？カンジママがさ、旦那を連れてうちに乗り込んできたの。乗り込んできた？私が韓国旅行に行けなかったのってさ、水木さんの責任もあるけど、まあ一番責任が大きいのはカンジママでしょ？いや、そんなことないでしょう。なんでそうなるの？てか、私を巻き込まないでよね。だってさ、私が遅刻魔だってこと分かってるんだよ。だからさ、行く前に私を起こしてくれればよかったのに。そもそも集合場所はどこだったの？え？電車で行く予定だったから駅集合だったけど。幹事のママたちはマリサさんに連絡とかくれなかったの？連絡はくれたけど、30分待ってもダメだったから出発したって。そんなのひどくない？うちまで来てくれればいいのに。来たところで起きないでしょ。そういえば、私も前に町内会の集まりだったかな、マリサさんが来なかったから起こしに行ったけど、大変だったじゃん。え、そうだっけ？何回チャイムを鳴らしても出てこないし、出てきたと思ったら、ものすごく不機嫌で逆ギレされてさ。そりゃ、そんな人を起こしに行きたくないよね。そもそも大人なんだから、自分で起きろって話でしょ。ああ、やばい、夫に呼ばれた。ねえ、水木さん、説明しに来てよ。なんかうちの夫も怒ってるんだけど。私、今回の旅行に関係ないし、それに、マリサさんは人のせいにするのやめたらどうなの？結局、マリサさんが寝坊したことが悪いわけだし、バスだって、ちゃんと空港の名前を確認してなかったんでしょ？まあ、なんでみんな怒るの？やだやだやだ！マリサさんは、幹事ママを脳なし呼ばわりして、あちこちで悪口を言いまくっていたらしく、次やったら訴えるからな、と言われたんだって。結局、マリサさんは旦那さんに相当怒られたみたいだよ。まあ当然だよね。そもそも韓国旅行のことも旦那さんには内緒にしていて、しばらく実家に帰るって嘘をついてたんだってさ。翌日。水木さん、ねえ、うちの夫と子供見かけたらちょっと叱ってやって。あのね、なんでよその旦那さんとお子さんを叱るのさ。だってだって私たちすごい大きい夫婦喧嘩しちゃってさ、それで実家に帰るって言ってやったの。そうしたら、その方が静かでいいとか言うんだよ。だから、しかもさ、子供たちも一緒に行こうって誘ったんだけど、あの子たち行かないっていうの。おじいちゃんとおばあちゃんはすごく意地悪な性格だし、パパに嫌なことを言うから行きたくないってさ。マリサさんのところってご両親も似たタイプなんだね。それどういう意味よ。もう私実家に帰っちゃうんだからね。今実家に向かう車の中なんだからね。私にそんなこと言われてもね。そもそもあの時水木さんがちゃんと言ってくれればよかったのに。空港はどっちなのかちゃんと確認しろって。人のせいにしないでよね。私が離婚したらどうしてくれんのよ。ああ、もううるさいな。私もマリサさんの旦那さんに連絡するよ。え、ちょっとやだ、それはやめてよ。なんだかんだ夫がいないと生活が大変なんだから。それにすごく怒られて、私だって嫌な思いしたの。嫌な思いね。結局韓国旅行には行けなかったしさ、チケット代とかホテル代も返してもらえなかったし、夫にも勝手に家計を使うなって怒られて。それ全部自業自得じゃん。なんでそんなひどいこと言うのよ。とにかくとっとと実家に帰れば？いいの？私が離婚するかもしれないんだよ。何言ってるの？この辺りは不思議なことに、毎日のようにあちこちの夫婦が離婚してるじゃん。それは確かにそうだけど、今更マリサさんのところが離婚しても驚かないよ。あの、それが確かにさ、実家に帰るとは言ったんだよ。夫も実家にいる間の生活費は出してくれるって。へえ。
でもうちの両親の方がちょっと実家に帰ってくるなら農家を手伝えって言ってて、そのくらいはしたらいいんじゃないの。それだけじゃないの。なんか迎えに来てくれたんだけどさ、妙に離婚に対して乗り気というか、話を聞いてみたんだけど、当園のおじさんが結婚相手探してるみたいで。それって50代後半の男性なんだけど、土地持ちだし、あんた再婚しなさいってずっと言われてて。よかったね、離婚しても再婚相手がいるなら。よくないから。うちの両親その家のお金しか見てないんだよ。離婚したらあんな家に嫁がされちゃうかもしれない。なら離婚しないように頑張ればいいし、もし離婚して再婚させられそうになったとしても、自立して逃げればいいんじゃないの。私が自立できるわけないでしょ。あのね、やだ、なんかもう母親なんかノリノリなんだけど。よかったね。よくないから。その後、結局マリサさんは旦那さんと離婚しちゃったんだってさ。そして今は再婚に向けて年上の男性の家で同居してるらしいんだけど、基本的にゲームをしてばかりでお風呂にも入らないし、何もかも嫌だって大泣きで電話をよこしてきたけど、働くよりそっちの方がいいって決めたんだから、まあ仕方ないよね。それにしても韓国旅行か。私台湾には今までに何度も行ってるんだけど、韓国は行ったことないんだよね。今度ママ友からお土産話でも聞いてみよっと。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。